こんにちは、こいかじ TV の小池です。今日はホワイトデーの直前ということで、僕の娘の名前はカンナと一緒にバレンタインデーのお返し作るんだよね。何作るんだっけ、お菓子を、お菓子をお母さんに作ろうということで、これからやっていきたいと思います。頑張るぞ。おということで、今日はお返しのお菓子、何作るんだっけ。せーの、お、聞こえてて、ママにママにレアチーズケーキを、うん、チクズクリームチーズ 200g で、続いて生クリーム 200cc で、水切りヨーグルト、水切りヨーグルトを 200g で、お砂糖ですね、お砂糖 60g にレモン汁、レモン汁はこれだよ、そうだね、とゼラチン 7g と、そのゼラチンを溶かすお水大さじ2と、あとレアチーズケーキの土台となるビスケットとバターですね。バターバター 50g 今日の材料になります。頑張るぞ、頑張るぞって、頑張っちゃう、ういよいしょ、どう楽しい、おー溶けてます、溶けてるそれではまずゼラチンにお水を入れて、ゼラチンをふやかしていきたいと思います。よいしょ、混ぜて、膨れてきた、お、いいじゃん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 、できてきた、こんな感じかな、一緒に回してみようか、こんな感じか、自分でやる、自分でやる、はい、自分で、うん、分かった、できたんだよこれ、ゼラチン終了。次にレアチーズケーキの土台となるクッキーをね、砕いていきたいなと思います。これ、はい、それでね、待ちに待ったこの時間、ハンナが平らにそう、ハンナにやってもらうから、うん、こうじゃない、そう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 、いけ、ちょ、パパも手伝っていい、自分で、自分でなんだ、一緒にやろう、一緒にやろう、自分で、自分でやるんだ、強め、パパもやりたいな、もうちょいやりやすくなるまでパパやる、ちょちょちょ、一回じゃ 崩したら多分やりやすくなる、ほら、おお、いい音、自分で、よし、じゃあちょっと一緒にやろう、自分で、自分でね、やりたいよね、ちょっと自分で、自分でやるね、よし、いいよ、今やっていいよ、今やっていいよ、おお、おお、自分、はい、もういいよ、もういい、じゃあパパの番来た、よし、じゃあパパの番、自分パパの番、パパやったらかなり一番いいかね、そうだよ、おいいよいいよいいよ、さっきより上手になってる、そうそうそう、できてきた、できてきた、じゃあパパちょっと仕上げていい、10分でね、できました、じゃあ続いてはこれ、うん、崩したビスケットを溶かしたバターをね、なじませたんですけど、それを器に入れていきたいと思います、土台ですね、うん、うん、そうそうそう、よいしょ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 、平らにね、下にこう、自分で土台にするので、しっかりコップを使って押し付けていきたいと思います。で、こういう風に、ちょっと、手だけだ。しっかり持って、これで、はい。自分で、うん、知ってんの？やったことある？うん。うん、これやってこうね。こう、しっかりこう。自分で。うん、自分でやるよね。出番あるかな？今日出番ないのかな？パパ持っていい？いいよ。いい？だわ、ちょっと平らにして、パパやったらあかんね、そうだね、順番番だもんね、順番番で、順番番だもんね、いいんじゃない、こうどう、綺麗、綺麗だよ、ね、いいよ、いい、ほらこんな感じで土台をやってきました。これを冷蔵庫で冷やしていきたいと思います。続いてはこのね、クリームチーズ、これでクリーム状になるまで混ぜていきたいと思います。やってもいい、一緒に、自分で、自分でやるの、一緒にやろうよ、よし、パパ、はい、お砂糖、ありがとう、持ってきてくれたの、砂糖入れると緩くなるから、あ、じゃあちょっと砂糖入れてみようか、ちょっとね、うん、ちょっとよ、ちょっと、おー、そういくの、うん、それはもうやばいと思うよし、これぐらいにしとこうか、一旦、うん、一旦ね、全部入れた、うん、次は何を入れるんですか、これよ、何ですかそれは、
水切りヨーグルト入れていきます。これはもうなんかどうやっていいですか。あ、どうやっていったね。いいよ、かっこ、うん、抑えてる。重たいね、一緒にやろうね。自分で。あ、じゃあパンのあと何入れるんだっけ。生クリーム入れます。あ、ゆっくりね、うん、ゆっくり、うん、ナイスナイスナイス。まだ入ってる、うん、よし、ありがとう。手についたね。ちょっと待って、じゃあこれだ。それか、じゃあそれで手拭いて。待って、こうだいぶ馴染んできた。でも出るね、レモン汁ね。じゃあこれにレモン汁を入れていきたいと思います。大さじ2だっけ、1か。レモン汁入れてください。はい、はい、あ、あ、あ、じゃあ待って待って、落ちそう、めっちゃ落ちそう。ちょっと待って、いやー、優しく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 やってるよ、うん、できた、できた。それではいい感じに混ぜられたので、次の工程に行きたいと思います。お水を入れてふやかしたゼラチンに生クリームをまず入れちゃおうか。うん、あ、そっちか、そっちから出たか。生クリームを入れたの で、これをレンジで自分でまだまだチンして混ぜていきたいと思います。ちょっとレンジ入れるよ、うん、開けてくれんの、うん、開けてくれんの。沸騰する直前まで温めていきます。したかもクリームチーズに混ぜていきたいと思います。先ほどのクリームチーズに混ぜていきたいと思います。よいしょ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 。抑えてるから優しくね、優しく混ぜてって。おー、いいよ、優しくね、うん、優しくやってるよ。やってるけどこぼれちゃったんだね。じゃん、何をするんだっけ。これで、これで生クリームを混ぜる、混ぜる。このボールとカゴを使ってこしていきたいと思います。よいしょ、おー、いいよ、これでいいや。じゃあパパ持ってるから、そう、カンちゃんそうやってやって、うん、ぐるぐるして、そう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 、どう、できてる、できてる、できてる。ちょっとじゃあパパもやっていい、うん、いい、どうも。ほら見て見て見て、いいね、早い、ちょっと早いでしょ。いい感じだよ、滑らかになりました、滑らかになったよって、うん、では先ほど、冷やしておいたレアチーズケーキの土台の部分のビスケットを取り出していきます。冷蔵庫から出してきた土台の部分に混ぜてこしたクリームチーズを入れていきたいと思います。じゃあかんちゃんこれ取って、そうそうそう、でしょ、こっちやりたい、あ、そっちやりたいんだ。おお、いいよ、なんかそうそうそう、優しく、おー、いいよ、やってみて、やってみて、トントン。あ、指が挟まった、今挟まった、違う、違うかほら、あれ、飽きてきた。よし、あとこれを最後ラップをして冷蔵庫で2時間ほどかな、冷やして完成ですね。あとちょっとお待ちください。ラップしたので完成まで2時間冷蔵庫に入れたいと思います。あと少し。それでは2時間冷やしたレアチーズケーキを出していきたいと思います。できた、来ました。どう、どんな感じ。カンナが、カンナが持ってくれる、美味しそうだよ、美味しそうか。できました、うん、お気を入れて、できました。見てこれ、自分で持ち、ね、自分で持ってくれるの、上手にできたね、うん、今日バレンタインデーの会社のママに作ったでしょ、うん、ママに会社のママで食べてもらう。いつもご飯作ってくれてありがとう。あ指ついちゃった。違うよ、かくれんぼ、隠れんぼしてんの、なかったことにしよう。今のは隠れた、隠れた。よし、いつもご飯作ってくれてありがとう。洗濯とか家事をしてくれてありがとう。今日はカンナと一緒にレアチーズケーキが作りました。ありがとうございます。よし、じゃあカンちゃんママに食べてもらおうか、うん、嬉しい、よいしょ、これぐらいなら食べやすいんじゃないか、一口。はい、じゃあ、ママの口に、あ、いくよはい、はい、あいやーん、食べた、ママ、どう、え、めちゃくちゃ美味しいよ、めちゃくちゃ美味しいって、すごい美味しい、あのね、すごい濃厚らしい、ちゃんとレアチーズの酸味もあるし、下のサクサクがしっとりとサクサクたって美味しいよ、しっとりサクサクだって食べたいの、来てた、あ、来た、来た、あ、はい、うん、美味しい、美味しい、カンナも食べな、うん、分かったよ、うん、
て。そっちで取る伝えよね。うん。うん、ほら、美味しい。美味しいですか？美味しい？どうした？感激？美味しくて感激した？よかったね。うん、よくできたね。うん。ということで、今回ホワイトデー企画で作ったお菓子作りも成功。うん。成功しました。美味しかった。レアチーズケーキ、またやるね。また作るね、うん、バイバーイ、はい、実は、お菓子作りね、1個じゃ心配だったのでもう1個作ってみました。どうぞ。できる。どうぞ。どうぞ。